どうも、こんばんは。こんばんは。天王チャンネルのお時間でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。というわけで、今日はですね、坂田さんがお休み、そして、タメちゃんが30分ほど、後に参加するということで、最初前半は、二人でやっていきます。よろしくお願いします。お願いします。いや、ひろし君、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。いえ。まあ、うん、なんかね、まあ、ほんと、まあ、バズった。まあ、やった感はあんまり、なんかね、ないですけど、まあ、一回だけでも、まあ、僕の場合はね、なんや。ほんまに後半に決まって、ほんまに通行人たちに出ただけなの。はいはい。まあ、あれですけどね、他の皆さんもなんか、やっぱりね、1ヶ月半ぐらい休校してたんで。まあ、なんかやれて良さそうな感じでしたね。まあ、まあね、稽古してるもんをね、やっぱり。そうそうそう。形というか、残すというか、やっぱやりたいもんで。でも、お客さん、一回も入らずやね、だからね。なんか、だから、まあ、お客さんは入れてないんですけど、その関係者で、その、なんか、取材、受けてくれた記者さんとか。ああ、はいはいはい。は、撮影ですけど、よかったら見に来てくださいって。まあ、何人かはいらっしゃってたんで。なるほど、なるほど。はいはい。まあ、一応だから、全くの、ノンリアクションの中でやったんです、はい、多少のリアクションが、ちょっと、ある中で。うっすら向こうに、ざわざわと。そうそう。まあでもなんかまあ別に、僕はセリフとかはまあ、なかったんであれですけど、やっぱり一回だけっていうのもなんかそれはそれでな、結構みんな緊張を。まあ、いや一応、収録やから、ダメな場合は撮り直します。はい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 、はい。なるほど。あ、ひろし君が止まっております。でもなんか、はい。でなるべく一発で行きたいじゃない。そうね。それでなんか緊張してましたね、みんな。そうやろな。ああ、なんか変な緊張感生まれるやろね。なんて言うんやろうな。あ、またヒロシ君、ストップ。ヒロシ君、ストップ。なんつうんだろう。イベントというか、なんかそういうのもあるやん。一回きりみたいなやつも。なんかそういうノリというか。そうね、だから、なんか、一回しかないし、その一回にこう、まあ、全集中力と、全思いを、なんか、込めないといけない風な感じで、みんな、なんか、やってました。だから、緊張してたよな。まあ一応撮り直しとかはなかった。ああ、そうね。なんとなく、いい感じでは終われたんですけど、なんかみんな、ほんまにね、終わって、速攻ばらしって。はい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 。そう。そう、ほんで終わって、そうばらして、でも、飲むこともなく、さっと。また会いましょう、ね。はいはい、はい、なんかね、そう、なんか、いつもやったらこう、重ねてこう気づいていくものとかがあるんだけど、それがない分なんか、そうなんです。ない分ここでやりきらないみたいな。そうそう。まだや、まだなんかあるんちゃうみたいな、こう気持ちとかも一回懸念やったりして、ああ、なるほど、こういうことか、みたいなのがあって、もうちょっとなんかあるんちゃうか、みたいなのもありそうやもんな。そうね、そういうのはなかったら、ほんま、上演、あ、違う、収録日の前の日に仕込みして、まあ立てて、場当たりして、次の日も場当たりして、収録やったね。なんか、なんていうやろ。なんか舞台とかに、こう、よくこう、思い入れっていうか愛着みたいなのが、生まれるじゃないですか。そういうのも、ないまま、もうなんか、まあ、
うん、ほんま、昨日作ったから、なんかね、ほんま、はいはいはい、砂場のなんかこう、お城みたいな。昨日作って、もう、今日バシャーンみたいな。そんな感じ。ああ、そういうことね。はいはい。うん、うん、そうそうそう。なんかね、なんかそんな感じですね。なるほど。映像は、まあでもなんかね、うん。DVD になったり配信するって言ってたっけ？そう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 。一応その予定、まあ、まだね、ちょっと DVD が、いつ頃上がってくるかちょっとわからないで、まあそれ次第。まあそういうことだよね。あ、レディさんこんばんは。結婚したいは嘘ですっていう。一発目、なかなかパンチのある、パンチのあるという。意味深な、意味深なコメント言ってる。結婚ね、僕はします。立花君もね、どうですか、いやー、まあ、まあ、立花君、そんな、まあ、気持ちがなんか変わりましたか？え？気持ち？気持ちなんか、なんか気持ちなんか変わりましたか？ああ、でも。一応、やったわけで披露宴やなって。うんうんうん。結婚式って。あ、そういうことか。立花さんに続き、まあ、星野源までって、そういうことね。僕は別に、お前ね、僕に続きじゃないですよ。ね、星野源は別に僕に続いてるわけじゃないですから。勝手にやって、結婚されてるわけです。いやー、びっくりする。そのニュースが。うん、まさかの逃げ恥のカップル。いいね、なんかいいね、いいね、うんうん、なんかね、昔はようあった感じするけどね、最近なんかそんなにそういうドラマで共演した人たちがみたいなイメージないから余計になんか、うん、そうね、そうそうそう、なんか、うん、あ、心が通ってたんだな、あ、はいはいはい、なんかなるほどね、本物やったんやなっていう、あ、なんかね、うん、なんかいいですね、うん、確かに披露宴な、あ、でも、披露宴して、心境の変化というか、うん、なんか、でも式をして、やっぱ、その、結婚に関わってくれる人というか、僕らが結婚することによって、影響を受ける人が、こう、うん、目視できるというか、なんとなく向こうの家族とか、こっちの家族とかっていう、うん、その、合わない、想像の中では、あの、いとこがいてとか、お兄ちゃんがいてみたいなのがあるけど、それがなんか、その、やっぱり、実際目の前で、この、まあ、実際式だけど、こんだけの人が、こう、いるんだ、みたいなことは、うん、やっぱり、なんか、責任というか、なんていうんだろうね。まあまあ、別にそこで責任を負うつもりも、そんなにないんですけど、なんか、うん、なんか実感というか。みたいな。まあ。やっぱ あるね。ね、まあ、ご両家の、ね、ご両親さんは、まあ、嬉しかったよなって思う。うん。なんかやっぱ結婚式見に行くと、うんうん、いつもあのなんか、思うのね。その、うん、その結婚する本人たちじゃなくて、うんうん、その、うん。その両家の親の方を見てしまう年も、うん、ああ、はいはいはい。あ、そうですね。おかんはね、おかんは泣いてたよ。おかんは泣いてたよ。そりゃそうよ。そうです。そうよ。いや、もう、だからね、40だ、長男40で、一番下33で、うん、言ったかな。他の、あの、うちは、だから誰も結婚しなくて、子供たちが。はいはい、言った、うん。で、まあ、周りの親戚とかは、まあ、結婚したりとかもしてるから、やっぱそういう引け目というか、なんかそういう思いとかもあったんちゃうかなって、今になっては。あの、親戚の中でね。そう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 。はいはい。で、ね、それこそ自分の育て方みたいなこととかにも、のこととかも考えちゃったりとかしてたんじゃねえかな、みたいなことを、ちょっと、まあ、言わへんけど、半ば諦めてたって言ってたけど、やっぱりね、そうやって準備していく中でもやっぱり喜んでたし、なんかそういうのはすごい感じたなぁと思って、親父は親父でなんか面白いスピーチしてたしな、最後に。あ、そう、あのね、俺の芝居やってること全くじゃないけど認めてなかったらしい。最後の最後に言い読んで、私は認めてませんでしたって、その式の時に、最後のスピーチ、うんうん、
というか、あの挨拶の時、うん、で認めてなかった、うん、だから僕は母親、うちの妻は芝居見に行ってたけど、僕は一回も見たことないんですよという、はいはいはい、話をしてたけど、そのまあ何人かその急遽やけど芝居仲間も呼んで好き勝手な式をやらせてもらった中で、あ、こいつはちゃんと生きてきたんだなっていうことを実感できてよかったみたいなことを言ってくれて、ああ、うん、なるほどなるほど、あれ嬉しかったな。で最終的に日本を良くしようって言ってたからびっくりしたけどあれと思って日本を良くしようって言ってたね最後なるほど、うん、なんかまあ親父親父でいろいろ思うことがあって今やってんだよね。まあね、うん、そういうの出るから絶対言葉の選び方とかそんなことを思いながら、でもなんかやっぱ連絡取るようになったね。離れて暮らしてるから全然もう連絡せえへんかったけど、まあ子供も生まれるっていうのもあるから、そのやっぱそうだね、うん、子供どうですよみたいな、まあそれは奥さんがやってくれてるんだけど、まあね、戻って帰って子供見せだなとか、ああいう時こうどうするのみたいな、まあある意味先輩やから親としてはなんかいろいろ聞いたりとか、うんうんうん、なんかそんなもあって、なんか、うん、まあ見て見ぬふりしてたものを見るようになったって感じはある。ああ一つ大人になりましたね。そう、やっぱ宇部新川駅を降りた気がする。あ、出た出ましたか。そう宇部新川駅を降り切ってるかどうかわからないけど、一歩出たかなっていう感じはするよ。まあね、まあじゃあそうよ、安野さんあるいは大人かもしれない、もうすでに。安野さん、わからへん。安野さん実はいつ出てたんやろうとは思うけど、うん、よかった。なんか僕はやっぱり何やろ、ね、その結婚式とかそのなんか親のためにやってあげるっていう意味合いが大きいのかなと思う。それも自分のもちろんね、あの意思っていうかを確かめるっていうのもあるけど、でまあね、今からこう2人はね、二人の人生を、うん、っていうのを、うん、まあ、皆さんにって見てもらうっていうのと、そう、親に本当になんか、ありがとうございましたっていう。そうね。そこが一番、うん、もうほんまによく感じるかな。ああ、そうね。俺も早くそういうの見せてあげなあかんねやなって思いながら。いや、まあまあね、難しいとこですよね。時代的にも僕らってもう狭間の世代やから、そっちの気持ちもわかるし、うん、こう変わってきて結婚って必要なのみたいな世代もわかるでもね、うん、まあね。だから、どっちなんやろなとは思ったりはするのよね、そういう意味では。その本当の意味で、じゃあ結婚っていうものが何やろ、本当の意味でその生物としてというか、なんか必要なのかみたいなところで言うと、うん、いやまあでもそうだね。でもまあ一人でも、うん、別に結婚しなくてもパートナーとしてね、ああなるほどね、生きていけるわけやし、みたいなところもあるけど、やっぱりその結婚というものにの価値というものに比重を置いてる、比重を置いてるって言い方はあれやけど、やっぱ結婚というものをするっていうことをすごく大事にしてる人たちもいるし、うん、まあ結婚してる方がいろいろいいことはあるんでしょ。まあそれね、いろいろ助けて、国も助けてくれますよ多分、確か。そうでしょ、うん、そうでしょ、そういうのもあります、うん、そうそうそう、確かに。そうそう、うん、なんかね、そうだ。だからまだ今変にその一人でも十分生きていける世の中やし、うん、ね、特にその食べ物だってそんなに頑張って自分で作らんだって、どこにでも食べ物もあるし、そう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 。ね、そうそうそう。だから、レジさんね。私も独居老人になる恐怖を感じるようなことないですよ。ほんまに、独居老人怖いよ、ほんと。いや、大変。いや、だから、40、サーティーズラインあれやろ、同期の演劇の、うんうん、
もう、うんうん、みんなで部屋借りてみんなで住んだらいいと思う。俺はそれ全然なんか楽しいなと思うけど。立ち回る子もないけど、まあ、今のところ入れないけど、俺も入らないけど、入らないけど、なんか、そうか。そうそう、なんかと、なんかそういう価値観の合う人たちとこう、コミュニティを作って暮らすっていうのはありなんじゃないかなと思って、ね。すごいね。それで、なんか、年に一回みんなで公演やりましょうか。そう。ジジイになってさ、60ぐらいでさ、ジジイばっかりがさ、ジジイとババアってさ。老人ホームに入りたくないっていう芝居で。そうそう。反抗、社会に反抗していく。まあ、シェアハウスですね、カサリンさん。そう。シェアハウスみたいなものも、まあ、生き方として、ね、それこそ、その、ゲイの人とか、ね、レズビアンの人とか、うん、法的に結婚できないけど、パートナーとして一緒にずっと暮らしてるみたいなこととか、はいはい、まあ、そういうのも変わらへんわけやんか。まあね、確かに。確かな。そういうのも。そう、社会の価値観との戦いという、うん、みたいな部分になってくるからさ。本人たちがそれで楽し、ね、いいやったらいいと思うし。そう、でも本当、なんか、まあね、独居老人って結構問題だと思うんですけど、うん、なんか、ね、うん、そうそう、あの、僕あの、YouTube で結構あの、何あの、片付け系のチャンネルとか、はい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 、はい。あの、ゴミ屋敷を、もう、出ないといけないから片付けるとか、うんうんうん、もう結構早回して、たまに部屋が綺麗になっていくの、うんうん、気持ちいいから、うんうん、そう、その中で、こう、独居老人で、亡くなったお部屋のシーンとか、そんなもん結構上がってて、うんうん、そう、ほんま見た後に、ああ、見たってよかったって。なんねんけど、ついこう、つい、あって、見たくなっちゃう。見たくなっちゃう。うん、見たくなっちゃう。うん、なんかね、怖いって、まあ、だから誰かと常に連絡取れるような状態があると ね、うん、いいと思う。だから独居老人って逆にどういう流れでなってしまうんだろうとかっていうのは思ったりするんだよね。まあだから、まあもちろん単純にそのずっと一人の人もいるだろうし、うん、ね、あの、だからずっと一人っていうのは、うん、もう常にずっとシングルだったことか。そう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 、そういうこともあるし、ね、先、相方に先立たれてるって言ったし、で、まあなんか、住んでるところが離れて、そう親戚たちが、まあまあまあね、家にか、ね、遠くってとか、うん、まあ出ちゃったりしたら、ね、そうそう、連絡も疎遠になっていくとか、ね、まあでも、ご近所付き合いがないってことだよね、メイン。あの、そうそう、一番の大きい問題はね。うん、隣近所。昔ほど。ね、やっぱ隣の部屋に誰が住んでるか分からへんから余計に孤独になっていくんだよ。だからある意味そういうコミュニティに常にどっかのなんか同じ価値観を持った仲間たちみたいなところに、はいはい、あの所属していればなかなかそうはなりにくいのかなとは思ったりはして。そうだね、確かに。なんかそうやな、確かに中1のなんかに参加してるとかね、うん、まあまあ、毎週参加するとかね、確かにうちのばあちゃんとかも足悪くして出れなくなったりとかもしてたりとかしてたから、うん、あ、まあ、そういうことも身体的なことであんのかもしれないけど、うん、なんかね、そういう意味ではだからその、ね、仕事一筋とかやってくるとなんか会社から離れたら突然孤独になるとか、うんうん、低いっていう意味では僕らみたいなこう文化というかそういう価値観でつながってるコミュニティっていうのはある意味強いんじゃないかなみたいな。ああ、まあそうかも。気もしたりするんですよね。うん。割かしも、まあそう。だ、多分サーティーズのお誕生日おめでとうのラインは永遠になくならへんだね。ああ、そうそう。俺らの同い年の演劇人グループラインは。そうね。うん。そう、本当にだから俺あのラインにさ、まだ会ったことない人
何人もいるからさ。うんうん、そう。そう、ほんま一回、一回全員と会いたいなと。そうね。一回ね。一回全員と会いたい。全員で飲み会。まあ、集まられへんやろうけど、全員せ。まあ、全員思いやる。違うけど、でもまあなんかね。でも、ズーム飲み、ズームでやるのはできんのかな。下手したら。あ、ズームか。うん、なるほどな。ね、一人ずつ呼んでくる、ここに。あ、そういうのもあるね。そうそうそう。一人ずつ呼んでしょ。すごいよ。タメちゃんが気使うと思う。そうやね。タメちゃんが気使うで。なんかね、でも、ね、芝居な、したいねんけどな、あのメンツでな。なんかこの間もちょろっと喋ってたけどな。ああ。平たくと、ちょろっと。でもなんか、言ってたよね、菅君が。うん、菅君言ってた、ね。でもまあ、まあ、それまあコロナがあって。まあまあね、だからね、それどころじゃないっていうところは、うん、あるから、うん。最後に残るのは食欲とプライドとエロスですわ。うん、まあそう、本当だな。食欲ってそんなに。ああ、でも美味しいもん。食欲は多分。絶対消えないじゃない。まあまあ、まあ生きていかなあかん。うん。そう、プライドが残りそうだ、ね。プライドがね。意外と。プライドがね。年いくとね。やっぱり年いくとそれが邪魔してきそうだね。だから、60いってるかいってないかぐらいの人がたまに、スーパーとかでレジ打ちしてるおじさんとか。いる。どんな気持ちでやってんねやろってめっちゃ思うねん。そう、なんか、ね、そうね、あの、うん、そう、立場が分かれへんから、ね。うん、まあまあ、ね、書いてないからさ。なんかね。でも、いい立場の人は、レジ打たへんと思ってるの。そうやね、そうやね。コンビニとかも、まあ、で、コンビニやったら店長とか、オーナーとか書いてる人、うん、ああ、なるほど、とか思ってる。すげえ、いや、単純に俺、30ぐらいかな ?30 ぐらい、32、3の時に、そのもう大学生ばっかりのなんかお好み焼き屋さんでバイトしてた時があってちょろっと、うんうん、その時もなんか演劇やってるんですねみたいな感じで言われた時にうんみたいななんかちょっとチクッと刺さるものを感じながらでもまあ僕はそういうの結構イエーイって行くタイプなんでボーリング一緒に行ったりとか20代のこととかしてたけど、なんか普通にちゃんと働いてきてちょっとねもしかしたらちょっとした役職とかもついたけど脱サラにあってレジとか打ってたらこの人どんな気持ちでやってんねやろってめっちゃ思ったりする、うん、なあもうねえなんか優しくっていうか優しく接しよう。そうそう多少向こうはぶっきらぼうでも。それは。そうそう。すげえぶっきらぼうの人とかおるやん。なんかもう俺はこんなところで終わる玉じゃねえんだみたいな空気の人というか。うん、なんかね、そう昔はバリバリだったのかなみたいな。そう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 。いやでもそれなかったらね、結構。こう全然大丈夫に生きていけると思う。そういうのが邪魔して独居になったりとかするんやろうなとか。そうね。そのなんかそのだから甘えられなくなる。なんかね、そうなんかね恥ずかしいとかそういうプライドの方が勝ってしまう。そう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 。やっぱ自分のみっともないことは言えないというか。そうやな。そんなもあるんちゃうかなみたいな気はして。エロスが残るっていうのはなかなか興味深いですよね。エロスはね、まあ、残るでしょうね。残るんでしょうね。どこで消えるんかな、エロスはね。エロスってどこで消えんねやろ。でもだって、70とかなっても、消えてないやん。消えてないことをよく聞くやん。うん、まあ、もともとの人、その、もともとのスタートラインもあると思うけど、人それぞれ。うん。もうだから、まあ、もう死んじゃってるけど、ドンハンはもう。ああ。紀州のドンハンはもう、うんうん。それやからね。そうだね。もう、こう、
金を見せて。金を。あげるよって。すごいな。まだまだ、ドンファンは、バブルのままやったよな。そうそう。で、だからもう、そう、もう、その、今、その、ちょっと疑惑の捕まった人、じゃない人に、からも変えようと思ってたらしい。次の日。次の女に行こうと思ってた、思ってたら、まあ、やる、大丈夫か。そうそう。だから、そう。全然、まあでも、なんかない、まあ、そういう気持ち、女に、女の人に、僕は気持ちは全然衰えてなかった。だって、物がなくなっても性欲はあるっていうことを、ほんま？玉じゃなくて、竿の方なんだけど。竿がなくなっても？そう、これ、でも漫画の話やからあれだけど、蒼天行動っていう。はいはい、あ、はいはいはい。でも、あ、そうか。があるんだけど、あれ、前半、まあ、曹操、三国志の曹操の話を主人公にした、その三国志精神と縁起を混ぜつつ、曹操が主人公で描かれた漫画なんだけど、その前半に、要は、当時ってその、政治の中枢を担ってたのが宦官なのよ。はいはいはい。で、宦官が自分、その、若い女の子を呼んできて、その、もう宦官って要はそういう機能を取ってしまって、取らないとその政治の中枢に入れない、権力を得られないみたいな、世の中だったから、それを取るんだけど、その、それでも、その、若い女の子を呼んできて、夜な夜な、その、まあね、そういうものに、あ、でも出してなかったですよ。そういうものの形をしたアイテムを使って、その女の子を、で遊ぶみたいなシーンがあるの。はぁ、あ、へぇ、まあそれはちょっと性欲なのか、性服欲なのか、ちょっと、まあね、いろんなものがあるんだと思う、うん。そういうシーンが描かれて、あ、なくてもやっぱ消えへんもんなんかな、みたいなところが、まあ漫画なんですけど、ね。でも多分、ね、まあでもそうね、実際そういう文献というか、やっぱ証拠がなかったら書から、そういうことは書かないだろうし、と思ったら、なんかそういうものも残ってるんじゃないかなという気はします。そうですね。ちゃんと。宦官ってすごいね。まあ、これ。ちゃんと出しておかないと前立腺がんになるというリスクもあると。それはよく聞くね。なんかね、ああ、なるほど。それはよく聞くね。なんか、うん。たまに。機能させろってね。はい、はい。機能させろっていうか。まあね、動かしとけよと。たまにはエンジン、たまにはエンジン入れとけよと。そうそう。バイクも車もやっぱ、そうそう、乗っとかんとあかんようになるぞと。そうね、走らせんでもエンジンぐらいかけろよ。うん、ギターも鳴らしとけよっていう。あ、そうそう、ほんとそうなんだよ。動画上げてたね。あ、そうそう。あれ、だから、そう、この、緊急事態宣言が出た初めの頃に、割と頑張って撮っててんけど、うんうん、そう。急に出ることになったりとか、その、稽古場に行かなあかん。はいはいはい。そう、稽古場に行ってんのにこの動画上げたらなんか変に勘違いされるなと思って、一回ストップしてて、うんうん。いや、いや、でもわかる。なんか、で、俺もなんかいろいろ YouTube とか、もうだいぶいろいろオンラインサロンとかもういろんなことをなんか手当たりしてやってるけど、やっぱ最初のこうってこれやったらどう思われるやろとか思ってたもん。最近もうどうでもよくなってきてるから。ああ、そう。うん。そう、だからもう髪型とかもね、もうだいぶ変わってるから。はいはいはい。もうめっちゃ前ですよっていう。そうそうそう。だからまあええかなと思う。タメちゃん来たよ。エディさん、コンティニュー公演ありがとうございます。ありがとうございます。見ていただいて、お疲れさんでーす。おはようございます。ごめんなさい、遅くなりました。お疲れ様でした。遅くなりました。遅くなりました。今日は久しぶりの男子会ですから。男子会ですな。前回は女子会やったから。うん、僕はね、おっさん3人がね、うん。僕は今日はあれですからね。あれ？こっちだよ。何？全然来い。
っと喋ってもらいます。はい。ああ、だからちょっと今日は男子会なので、男子会なので、会話がちょっと会話がちょっと下の方に、下の方に行きます。下寄りになってますか。下寄りに、はいはいはい。行きつつ、ちょっとだけね。じゃあそんなに、じゃあちょっとハードじゃない、ハードじゃないけど、ね。下寄りの話の雑学でも一つ入れましょうか。あ、いいですか。いただけるんですか、そんな雑学。一個入れましょうか。ちょっとでもリアルに、おーって言うと思う。雑学、あれじゃないですか。ちゃんと出しておかないと前立腺がんになるっていう雑学ではないですね。うん、違いますね。それ、な、俺かな。俺、ちゃんと出さないタイプやから。ちゃんと出しておかないと。リスクがあるそうですよ。気をつけてください。さんからの中国、医者に言われてます。あ、言われてます。医者に言われてる。医者に言われてる。あの、その調べた時に僕言われました。ああ、そうだね。ちゃんと出さないと癌になるよって。え、ちょっと待って、それなんで、それ、あの前の腰のやつで調べた時に？また別の話やんな。別の話です。あ、じゃあそれはメンバーシップでいいですよ。うん。あの、ちょっとした雑学。はい、お願いします。うん、人間とか、4足歩行じゃないですか、はい、人間って、はいはい、でももともとは4足歩行じゃないですか、はいはい、今動物で普通の犬とか馬とか、うん、まあ、だから4足歩行してる人たちの、うん、で、あのお尻を見て性的快感を覚えることができるんですよ。だって高さにして、はいはいはい、そうですね、この4足歩行してる、はいはい、ね、お尻のところを見て性的興奮を覚えることができるんですけど、人間は立っちゃってるからお尻を見て興奮できないから、うん、お尻の代わりに乳が膨らんだんです、女性は、うんうん、知ってる知ってる、そのお尻の、あ、知ってんねやなんか言ってた、あ、お尻はね、なんか言ってた、お尻はね、テレビでやってた、結構俺、あの、しかも俺今日仕入れた情報ですどこで仕入れたんですか、あの、ガキの使いを、あ、ガキの使いを見てた。なんかテレビやってた。おぉ、マジかよって思った。あと、あの、それに合わせて言うと、あの、はい、女性のこの、あの、赤い口紅を塗った、あの、女性ってすごくちょっとこう、魅力的に感じませんか、うんうん、まあ、感じますね。なんかそれもだから結局、うん、まあ言うたら、その動物の場合はそのお尻のところに、うん、まあそのものがあるじゃないですか。はい、はい。うん。その潜在的にその赤い口紅っていうのはそれを想像するみたい。うんうん、ああ、なるほど。まあ形は横になってますけど。はい。まあこう立てつけたらちょっと気持ち悪いですね。気持ち悪いです。なんかそう、なんか、だから赤い口紅っていうのが、すごくこう、なんていうの、興奮、動物的になんか興奮するっていう、なるほどね。っていうのを聞いたことある。ギター動画第2弾って何なんですか？あ、俺の YouTube のあの、ギターいじりの。ああ、俺見てねえや、見たいのに。まあ、また見てください。あの、リストをするやつですか？そうそう。それそれ。ただね、ちょっと、今、うん。あ、どうぞ。またちょっと、作業は、ちょっとずつ進めてるんだけど、その、作業してるギターが40年前のギターやから、もうだいぶ、え、マジっすか？どこのギターっすか？東海。ねえ！ 40 年前は、シェア誇ってましたね。うちにも、実家に東海のアコギありますわ。そうそう、あ、すごい。あの、なんか、変なね。あ、わかんない。うん、僕の実家のやつは、東海ってあの、ネックに書いてある、ロゴがなんかで、ね、ちょっとだけ引きたいみたいな。そう、これは。ほんまや。フェンダーみたいな。フェンダーに見える。そうそうそう。ね。すげえ。それをやってて、そうそう。でもね、もうね、こう、いろいろこう、中のね、こう、やつとか外したりして、ポットとかね、外したりして、はいはいはい、結構錆びてて、もう。いや、もう、買い替えでしょ。だから、今度ね、あの、日本橋に、天国伝承っていうお店があるんですけど、天国伝承、うん、天国伝承さんっていう店が、そこが、
すごいね。パーツ、なんか普通の、だから電気配線、その部品とかいろいろなもん扱ってるんだけど、はい。2階がほぼギターの、2階やったかな、漫画。どっかワンフロアがもう、ほぼギターのパーツっていうか、その全部何でも売ってるみたいな。そう、そこに行って、楽しそうや。もう新しいやつ仕入れて、組み直そうかな。俺も一緒に行こうかな。東京から東京から。え、日本橋じゃないですか。に、そう、あ、すいません。に、大阪の日本橋なんですか。あ、日本橋の方やった。そら無理や。東京かぶれしてんじゃねえよ。かぶれてんな。かぶれてやがるぜ、この野郎。かぶれてね、かぶれてね。出てねえから、まだ。すごいよ。なんかその、そのお店結構面白いって。俺もその楽器やってる友達から聞いたんやけど、うん、結構 YouTube にもその戦国伝承を紹介してる動画とかがあったりして、あ、うん、そんなもんまで売ってんのみたいなもん売ってんね。なんか東京来る時期ミスったな。それだけで。一年。それだけで。なんかいや俺広瀬さんと、まあ、このまあ、立花さんを介、立花のアマ、アマオチャンネルを介して、うん、ヒロさんとこんだけ仲良くなるって思ってなかったから。俺多分、めちゃくちゃ遊んでますよ、ヒロさんと多分。この、期間。ちょっとヒロさんギター見に行きませんとか。ちょっと行きましょうよ。ミキ楽器行きましょう、ミキ楽器。見に行くだけっすよ、つって。多分。いいね、いいね。それで動画撮れますよ。立花さんがカメラ。おお。おお。いや、多分、めっちゃ盛り上がると思うな。いや、楽しい。それでまたなんか、またなんか、発展していくんですよ。ギターを買うために、みたいなとか、ね、セッションするためにとか。二人で、立花くんのギターを作ってあげるとかね。そうそうそう。いや、めっちゃおもろいじゃないですか、そんな。面白そう、それ。うん。そしたら、あんたもギターやらないとダメ。そうだね。そうだね。ギター三人トリオで。ほんまや。で、そんな三本もギター弾くとこ、弾くような音楽、あの楽曲。じゃ、だからそこ言ったら、あ、大丈夫。俺多分、大阪におったら、このギター買ってないっす。多分、ブレッジだったり、アコースティックベース普通に買ったりしてますから。うんうん。あ、じゃあ僕ベースにしますとか言うてますから。ああ、なるほどね。レブロも買ってないしね、多分ね。え？レブロもね。え、ま、うん、買ってないでしょ、多分。あ、レブロは買ってない。パッソのまんまでしたね。パッソのまんまです。いやー、ちょっとマジで。一年ちょっと経って、寂しくなるわ。本当にこっち来て遊んでないから。そうだな。本当だな。中鶴間としか会ってない。うん、新エヴァいつ見るんですか？6月入ってからじゃないですか。もう映画館、東京の映画館はまだ動いてないの？いや、動いてないです。あ、そうなの。東京、うん、そこ、あ、そっか。劇場は動いたけど映画館は動かずで。そうそう。だから、屋根状態か。僕が出演させてもらったルローニケンシンの。うん、出た。あ、なんか、名前出てたみたいです。雪城演じて出てくるやつ？そうそうそう。すごい。元スタージャックスのトビのサツキっているじゃないですか、地域に。が、久々に LINE 入れてきたもんと思ったら、うん、タメさんいましたっつって。へぇー。ほんまに。仕事してるやん、タメちゃん。その、監督さんが、元廣克之さんっていうさ、人が、めっちゃ動いてるんですよ、今。東京でなんで劇場、映画でけへんねんみたいな。はい、はい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 。いろんなところに。そりゃそうやな。そりゃそうやろ。そうなんです、レディさん、俺まだ見てないんですよ。映画館って結構ちゃんとしてるんでしょ、その空気の入れ替え。ね、うん、空気、なんか、イオンシナモンとか言っても全然安心ですよ、みたいな。のは、ね、ちゃんとこう入れ替えてます、みたいな。数字、なんか、数字出てないやろ、だって別にクラスター出たとか。うん、なんかその、昔みたいにフィルム交換とかがあったら多分大丈夫やったんでしょうね。と思います。なんか、3時間ずーっと、って見させるから、うんうんうん、劇場って3時間ものやったら多分途中に20分休憩とか入るでしょ。あ、その換気の問題、芝居をやって、そう、多分劇場だったら分かるけどな。で、なんか元廣さんが、うんうん、元廣さんがツイートで、
なんでなんですかって言っても結局上の人たちは全然答えれないって言って終わってます。結局そうなんだろうっつって。そう、結局ふわっとしてるでしょ。うん、国が決めたことだからみたいな、うん、そうそう、だから、ね、じゃあその1年前に緊急事態宣言になった時からちゃんと統計出して、数字出し、数値化して、どこがどういう風になってるかっていうことをちゃんと出しとけよっていう、そういうそれやってなかったお前らあぐらかいてたんやろっていう話になってくる。そうだね、本当にそう、うん、あ、話変わりますけど、うん、お、僕今日嫁いないんで結構いけますよ。嫁さん、あの中身がお仕事ですか？心なしか、はい、今日明日泊まりです。心なしかだから僕今日声大きいと思います。またいいんじゃ、また隣からコンコンってされるんでしょ。そう、近所から来られるとちょっとこれどうしようもないんですけど。まあまあでも近所よりも近いもんね、嫁さんはね。そうですね、まあ、だって次の日早いから。まあ壁一枚ぐらい、そうや、ね、最強のクレーマーがおるからね。ごめん、襖一枚ですよ。襖一枚隔てて今ですよ。妹な。ああ、さすが広瀬さんも分かってくれるんですよね。いやー、ね、まあ、立花さんとか絶対分かんないよな。ごめん、分かんないんだ。かぐや姫。いや、聞いたことあるなーぐらい。じゃあね、だから知ってんねん。聞いてタイトル言われたらあーってなんねんけど、そのタイトルと歌詞とが全部結びついてるわけではない。まあ、だってお父さんとか世代ですからね、そういう。まあ、かぐや姫とかも多分ありましたよ、レコードとか多分。うん、ただそこに興味がなかった。マッチとか、だから、トシちゃん。甘いもの食べちゃう。甘いもの食べる。なんかちょっと買ってきちゃいました、今日俺一人やし。甘いもん食ったろ。なんだ、遠足な。もうね、だからほらほら、ポテチも買っちゃいました。なんだよ、その。あやん。お母さんおらんから。そう。お母さんおらんから今日大丈夫みたいな。500円ぐらい買ってきちゃった、おやつ。なんやそれ。よかった。ちゃんともう夜入れちゃってるから。夜遅くまでテレビゲームしていいんだみたいな。そうやな。そういう感じや。いやー、僕は今日2時まで動画見ますね。何を見るのね、動画は。2時まで動画見ますね。一応、なんか見ようかなと思ってるのは決めてます。何？バイオハザード8が、まあ8じゃなくてビレッジが発売になったんです。はいはい。それのゲーム実況見ようかな。ゲーム実況見るの。あ、ビレッジね。もういっぱいやってるよ、それ。2時までゲーム実況見るぜっつってワクワクしてる30後半。いやー、ね、だって俺普段、いや、このツイキャスの日はあれですけど、普段俺12時前に寝てんすよ、うん、そうね、すごいね、うん、そらもうだってね、嫁さんと一緒のタイミングで寝てあげないと、まあね、偉いっていうのはありますからね、うん、ちょっとそういうのも気遣っていかないといけないですよ、うん、あ、僕結婚おめでとう、ありがとう。僕ももうほぼ同じタイミングに寝ますよ。うん。どうも、行こうかーい。あ、うまっ。それも思い出。穴の穴広がるぐらい甘い。そうですよ。わかりますよ。タメちゃん甘いのも好きなんだね。いや、僕、でも、ヒロさん、僕、ほんと30ちょっと超えるぐらいまでチョコレート食べれなかったし。え？おぉ。うん。甘いのダメです。急に食べれるのか。谷本さんってわかります？ CQ の。うん。武漢の。あ、はいはいはい。はいはい。谷本さんっていう人に、うんうん、いや、今どうなんだろう。わかんないですけど。なんかこう、タオル巻いてるイメージがあるんで。巻いてないかな。あ、わかる。でもわかる。どなたかわかる。あの、背高い。はいはい、背高い。トミーじゃん。トミーの監督みたいな人やろ。トミノ監督がちょっとおりましょう。マジか。ガンダムのトミノさん。顔が合ってるのか。雰囲気として、ひょろっとした感じが。トミノさんもちょっとがっつり現場の感じでした。トミノ監督？うん。違うかな。俺なんかそんなイメージやけど。トミノ監督かな。違う？いや、違うな。
違うな。間違ってた。全然違うと思う。あれ。うん。なんか、あれじゃない？じゃあ忘れて、豊川悦司をこう、キュンってした感じじゃない？あれ？あれ別の人、あれ別の人を言ってんのか、じゃあ。それ、ゆうじさんじゃいます？え？ゆうじさん。ゆうじさんって。広瀬。ゆうじさんで何？長瀬ゆうじさん。はい。つるつるの長瀬。はい。はい。長瀬さんは知ってる。まあいいや。んで？まあいいや。いい。あ、まあまあ、その谷本さんに武漢でついてもらったときに、その、まあ、まあまあ、しんどい舞台やったんですよ。うん。それは何がどう？で、あ、もう体力的にね。単純に。体力的に。で、俺とか役者とかしんどいしんどいって、谷本さんと俺仲良かったから、うん、谷本さんなんとかなんないですかって言って、チョコレートを一粒食べて、うん。あの、あれ、あの、ペニって取るやつ。袋に入った。袋に入ったペリってやって。これね。ああ、はい。ペリってやって。はい。わかりました。ブロックはね。今、冷凍庫に入ってるんですけど、取りに行くのめんどくさいから。それをパッて食っていったら、割と集中力継続するよって言われて。うん。俺、その頃、だから糖分、血糖値を上げて集中力をパッて出すっていう、あれ、知識がなくて。うん。はいはい。それをなんかやり続けてたら、チョコレートを好きになりました。ね、オチがあんまり面白くないっていう、すいません。うん、いいんです、まあ、それはだから、食う習慣がなかったよね。食う習慣がもともとなかったってこと？なかったっすね。コーヒーも飲まなくて。だから、お茶ばっかり飲んでたってことね。お茶もね、飲まないんです、僕。違う、静岡なのに。そう、静岡だから飲まないんです。ミルクティーか。ペットボトルのお茶飲む。ペットボトルのお茶嫌いやったっす。今はそうなんですけど。あの、クオリティ高くなってるから。それ、漁村の人が魚内地で食べられへんみたいなこと？そういうことなのかな。僕は、だって、急須でお茶入れないんですよ。あー、ね。入れないです。俺、衝撃でしたもん。急須でお茶入れないって、大学来た時。あー、そうか。急須を僕持ってきてて、友達とかが家に来た時に、それをさ、ホリエルの森田。やってあげてたよ。うん。ちゃんとやってあげてた。急須を普通に出してお茶を入れたら、何それみたいな感じで言われる。あ、すごい衝撃でした。はい。まあ、俺また家でもおばあちゃんとか急須で入れてくれてたけどな。まあ、子供頃はね。だ大阪の家庭にたこ焼き器が絶対あるみたいなことじゃないの？そういうことです。そういうこと。ああ。え、そういうことだね。日本の家庭に急須ありません？いつ大阪とか静岡とか。あるよ。あるけど、だから一人暮らしの時に持っていくアイテムにはならない。あ、なるほどね。うん。でも、持っていくのが普通っていうのは、やっぱそこに、やっぱ土地にお茶がすごい根付いてるんじゃない？ああ、そうかそうか。うん。だから、その。壊れたら買うし。意識の、その占める範囲が全然違うんやと思う。なんならちょっと、何でしたっけ？タンスも、結婚するときタンス持ってくみたいな。嫁入り道具。急須が。絶対急須がね。霧のタンス絶対いるぞ、みたいな。みたいなね。本当に。いや、まあ、だからね、水道水も大阪は飲めなかったし、僕。大学行った当初は。なんかすごいカルキの味がしちゃって。はあはあ、それはでもなんか。あんまり飲まないよね、うん。でもなんかそれは僕、実家は井戸水から直接汲み上げてたタイプの実家だったんで。ああで今でもそうやってます。だからもう全然、ね、味が違うんですよ。うん、はい。という。井戸水だったら、だってミネラルとか入ってるやろ？しっかりと。逆にしっかり入ってるタイプやろ？栄養素。うん、多分。飲みすぎるとお腹壊すって言われるやつです。ああ、そうね。うん。ミネラルが多すぎて、みたいな感じなのかな。菌もおるのか。微生物もいるのか。まあまあ、うん。多分めっちゃいます。ね。あの、今ちょっと思い出しちゃったんですけど、うん、その、いいのがあるんです、本当に。うん。あの、貞子みたいな、貞子が出てくるような井戸じゃなくて、もう普通に地面と同じぐらいの
高さで蓋がしてあるぐらいの井戸なんですね。あ、でもそう、うちの実家も台所を床下あげたら井戸やったね。あ、そうそうそう。それ使ってなかったけど。うちは庭ね。うんうんうん、それ、はい、子供の時に、こう、親父に、見てみるか、中って言われて、バンって中見た時は、もう衝撃でした。ヘビ、カエル、ムカデ、なんや、全部。もうなんか、もうなんか、水のところでヘビが泳いでるの見えるんです。ほら、それ飲んでんだって思ったんですけどね。ちゃんと浄水浄水器みたいなのかけてるんですけど。ろ過装置みたいな。そうそうそう。いやー、あれね、マジ衝撃。あれ、見せてあげたい、あの絵。今もう使ってないと思うんで、若干のトラウマでもありますね。あれ、すごかったな。え、それで飲めなくなったとかはなかった？あ、全然ないです。うわ、すげえ気持ち悪いっていう感じの。なんかよくテレビとかで、うなぎをたくさん、こういうぐらいの桶に入れて、トワンって入れて、ね、たくさん、あれがヘビみたいな。ああ、そう。いやー、あれはね、ほんと若干トラウマですね。そんな、ピロリ菌気をつけて。ピロリ菌ね。ピロリ菌気をつけて。ほんとだね。ピロリ菌危ないから。そんなヘビとか取らへん。まあ、深いから、取んのも大変なんか。勝手に入ってくるんですね。ヘビが。そうやね。勝手に入ってくるんですね。落ちよるんか。はい。まあいい。お、話題提供の時間か。お。でもね、僕は CM まあまあ喋る。僕は CM エヴァンゲリオン見に行こうと思ってますよ。近いうちに。これ大阪行くの？兵庫県。また見に行く。兵庫県行こうと。ああ。まだやってる。それ言い出したら、それ言い出したら俺も埼玉行ける。だから見れるんだぞ。いや、まあ、またがない。またいじゃダメって言われるけど、俺も、だって、この間芝居するのに、毎日またいてた。まあね。でも言ってしまうと、俺、新宿とか池袋に埼玉行く方が近いですから。ああ、言ってた。前も言ってた。そうだって、ウーバーするために、うん。ウーバーです。県またいでるし。じゃあ、もうええやん。あかんけど。ええやんっていうのはあかんと思うけど。うん。でも、まあ。埼玉行く方が安全ちゃう。逆。いや、だから持って行っちゃダメだからね。だから、あ、でもまあ、その新宿とかそういう都心に向かう。まあまあまあ、埼玉行く方が安全でしょ。もうね、今だから新宿とかのスポットを調べる、埼玉のスポットを調べてますから。もうだから、自らそっちへ行こうとしてる。そうそうそう。まあ、なんか別に東京とかええわと思って。うん、東京とかええわ。新宿池袋とか別にええし。せやな。別に。もっと売れてでかくなったら済んだろうわと思って。おせやな。ごめん、ほんまに普通に水飲むタイミングやった今。スルーしたわけじゃないで。スルーしたわけじゃないんやで。信じとるで。このアマホチャンネルにアホほどって言ったんだけど、いっぱいね、視聴者の人、カミちゃんが呼んできてくれるっていう。じゃあメンバーシップもう売ろうっていう。いや、頑張れや。俺じゃなくて。俺はもう、地道にやってますから。そう、せや、メンバーシップってさ、俺、後で気づいてんけどさ、はい、ツイキャスに何歩か抜かれるからさ、まるまる入ってくるわけじゃなかったっていう。ああ、そう。うん。っていうだけじゃないけど。こんな、少人数でも？うん。何人以上とかじゃなくて？何人以上ってこと？登録者何人以上の場合。関係ないと思う。だって、金額、あ、そうなんや。金額がな、その、なんかね、カードで払った場合と、携帯払いの時に割合が違うらしくて、うん、カードで支払ってくださった場合は、うん、僕らに8割入ってくるんですよ。でもなんか携帯払いにすると僕らに6割しか入ってこない、うん、なんかいろいろなんかあるらしいんですけど、まあツイキャス YouTube だけじゃなくて、うん、多分ソフトバンクとかもそうするからかな、うん、なんかツイキャスはそこで儲けてらっしゃるんやと思うんで、
ですけど、要は。なるほど、うん。今日消えたね、YouTube とか。何が？あ、契約変わりましたみたいな。利用規約の変更が。うん。はいはいはい。6月1日から。来てたね。え、何？変わるの？カードです。あ、レディさん、いや、僕とヒロさん関係ない。いただきます。お支払いのあれってこと？支払われる方ですね。うん。まあ、俺も関係ないよ、別に。そんな登録者数どうこうのレベルまで YouTube 達してないから。ある程度いったら源泉引かれるみたいなこと書いてありました。あ、でもそれはツイキャスもそうやで。20万超えたら源泉、なんかちゃんと確定申告してくださいね。はい。あ、20万の確かそれぐらいだと思う。一つ。いや、YouTuber の人大変やな。うん。大変だね。まあでも、爆稼ぎしてる人は別に。まあまあ。まあね。すごいね。なんかでも YouTube、ね。でもね。うん。でもちゃんと自分で確定申告やってんのかなって思いますね。事務所、なんか最近は事務所はありますけどね。まあ YouTuber も事務所はやってばね。その辺やったりとか、うん、まあ税理さんおったりとかするんじゃない？うん。まあ、まあ、田島さんが YouTuber として売れたら、ステラさんのね、ステを。ん？ステラさんのツテで、ちょっと税理士さん探してもらって。ああ、はい。うん。まあ、僕も友達で税理士さん普通にいます。すごいね。何そう、なんなんそれ。みんないるよね。税理士さんだの、なんちゃらさんだの。いや、でも俺はね、たまにないです。本当に昔、一緒に演劇をの現場にいた人で、アグリーダックリングで制作やってた人で、ジョージさんとかも知り合いだけど、その人が、もう、年同じぐらいの人が、普通に、え、なんで？高尾秀樹っていう人。高尾さん。高尾さん。うん。まあ普通に税理士事務所でやっててっていう友達はいます。その人が今レッスン来てくれたりして。来てくれてる、個人プライベートレッスンしてたかな？うん、うん、そんなのもあるし、なんかそのコミュニケーション術というか、なんか人前で緊張しない方法みたいな、うん、ちょっとやりたいってくれてて、あ、じゃあちょっとやってみましょうかつって、お芝居のことをちょっとアレンジとかして、こう人前に立つ時にどういう気持ちになるというか、どこに集中するみたいなことで、みんなじゃがいもですね。よく言うね。あのとこ、みんなかぼちゃですみたいな。かわいかったな。うん。客席全部かぼちゃだと思えみたいな。無理や。いや。無理。全然無理。絶対無理。なんかあったけどな、なんか緊張しない時どうするみたいな、エントラのワークショップでなんか喋ってたけどな。緊張しない方法はしないの？いや。なんか変に気持ちが、集中力が分散するときは、相手役のセリフを聞いて、相手役の目を見るっていうのが僕一番いいと思って。ああ。緊張、俺の緊張しない？そうか、でもその人は一人やもんな。まあまあまあ。俺の緊張しない方法は、緊張してるやつを見る。はい。人の、人事になってしまうっていう。そうそう。やったら緊張してる人いるやんか。うんうん、本番前。その人をこう、見たら、あ、大丈夫だって。あいつもしや。ヒロさんも立花さんも役者だから、本番前の緊張ってすぐそうやって脳みそそっちに行っちゃうけど、そうそうそう、普段の人ってそうじゃないじゃないですか。そうそうそう。だから それをどう解いていくかみたいなんで、鴻上さんの本とか今読んでるもん、今。お、鴻上正人、うん。いや、読んじゃったか、つい。読んじゃったか。いや、大学時代に読んだわ、俺。ああ、なるほど。鴻上さんの。あの、黄色い本。の、あ、黄色い本じゃない。あ、なんかね、最近出てるやつがあって。あと1分です。はい。一般の人向けの。見てみよう。あ、ツイキャスが前半もうそろそろ終わりでございます。あ、本当だ。じゃあ、ちょっとこの辺で、すいません、途中ですけれども。無料のアマオーチャンネルはこの辺で終わりたいと思います。続きは有料月500円のメンバーシップで、ためちゃんのそのね、使いすぎ、前立腺がんの話とか、その辺もろもろ。その話すんのか。その話聞きたいね。みんなには、
大っぴらには言えないあんなことやこんなことを、メンバーさんの前立腺、ね、よかったら入会してください。どんな形の前立腺なのか。それでは、それではもうありがとうございました。はい、いきますよ。あーまあ、あーまあ、